本日は大変お忙しい中にもかかわらずご参加くださいまして誠にありがとうございますこちらはプライベート開発者様向け MWS から SP API へのマイグレーションを解説するセッションですこのセッションでは Amazon への出品業務等を自動化するために Amazon からご提供させていただいております API についての概要のご説明と 現在、プライベート開発者様には、旧 API から新 API への移行をお願いしておりまして、その移行のスケジュールと要点をご説明させていただきます。その旧 API の方が、マーケットプレイスウェブサービス、略して MWS と呼ばれるレガシーな API であり、最新の API の方は、セリングパートナー API、略して SPAPI と呼ばれる API となります。 このセッションを通しまして SP API への移行の工程について知ることができます。また実際に開発者コンソールを使ったデモもご覧いただけますので、どのようにアプリの開発をスタートすればよいかということも理解できるようになっております。そして開発時に便利なサンドボックス環境の使い方もこのセッションで知ることができます。このセッションの最後に QA コーナーを設けさせていただいております。 もしご質問が出ましたら、この皆様使われている GoToWebinar、このアプリのチャット機能を使いまして、ウェビナー中いつでもご質問をご送信ください。いただきました質問は最後の QA セッションにて可能な限り取り上げさせていただきます。ウェビナー中にもし回答できなくても、ウェビナーの後、すべての 質問に回答させていただきまして皆様と共有する予定ですので遠慮なくいつでもご質問をお送りくださいよろしくお願いします本日は2名の発表者で開催させていただきます私セリングパートナー API チームでソリューションアーキテクトをしております浅見と申しますよろしくお願いいたします はい同じくセリングパートナー API チームでソリューションアーキテクトをしておりますジャンと申します。よ,よろしくお願いいたします。こちらが本日のアジェンダとなります。まず一番初めに、今回の AWS から SP API への移行についての背景情報についてお話ししたいと思います。次に移行のスケジュールを確認しながら、MWS の段階的廃止のタイミングを見ていきます。 3番目に MWS のそれぞれの機能に対応する SP API の機能がございますので、どれとどれの機能が相関関係を持っているかということを確認していきたいと思います。4番目に API の移行に伴いまして、アプリの動作フローに変更が必要となる点がいくつかございますので、その注意ポイント、主要なポイントを確認していきたいと思います。 5番目にアプリ作成時に開発者コンソールを使った、えー、作業が発生します。開発の準備やアプリの設定を行う画面となりますが、その様子をデモでご覧いただこうかと思っております。最後に、えー、Q&A コーナーを設けておりますので、皆様の本日お持ちになりました、えー、質問疑問にお答えしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 え前提知識としまして MWS と SP API について概要をご説明させていただきます MWS は Amazon マーケットプレイス s e r サービスの略称でございます MWS を使いますと MWS API を利用しているアプリを通しましてセラー様が出品情報注文情報支払い情報各種レポートなどの情報を 電子的に取得することががででできき交換すするることとといいう API Amazon ございます Amazon とのデータ統合はセラー様のビジネスの成長を加速させるため販売工程の高度な自動化を可能としております Amazon MWS を使用することでセラー様は販売の効率化必要な手作業の削減購入者への対応の改善高速化迅速化などに取り組めることとなります さらに、新しいセリングパートナー API 略して SPAPI ですが MWS を置き換える業界標準の REST ベースの API となりまして MWS がサポートする機能の同等レベルの自動化機能を提供することに加えまして MWS を超える情報のセキュリティの強化やその他機能、新機能などを提供するベースになっております。 今回このウェビナーを開催させていただいております背景ですけれどもこの旧来からある MWS ですが来年2024年3月31日に完全に停止となることが決定しておりますその完全停止以前にもですね、えー、順を追って個別の機能ごとに徐々に停止させていくという段階的な停止の予定も決まっておりまして 当ウェビナーの中でも、その各機能の停止日程を重点的にご説明させていただきます。それら機能の中には間もなく停止するというものもございますので、ぜひご注意いただければと思います。ちなみにすでに公開アプリの開発者様につきましては、移行が先行して実施されております。このウェビナーに主にご招待させていただいております開発者様は、 自社でのアプリ開発と利用を行っていらっしゃいます、いわゆるプライベート開発者様というカテゴリーに入りまして、そちらの方の移行スケジュールはこちらのセッションでご説明する通りとなっております。また SPAPI の移行をしていただきますと、SPAPI が提供する MWS にはない改善された点が多数ございますので、そちらの方もご紹介させていただきます。 それらの利点を生かすために、ぜひ SPAPI への移行をスムーズに実施していただければと思います。そのような改善ポイントですとか、新機能に関しましては、今後 SPAPI だけにまあ提供されるという予定がございます。反面、MWS に関しましては、停止されるまでのまあ短い期間ですけれども、ビジネス上必須と判断される重要な変更のみが加えられるという まあいわゆるメンテナンスモードに入ったと考えて良いかと思います。今後、セラー様にとっても、開発者様にとっても、SPAPI がベストな環境となります。それでは移行スケジュールについてご説明させていただきます。今から遡ること、およそ20年以上前に MWS は誕生いたしました。これに対しまして、SPAPI がローンチしましたのは2020年となります。 比較的新しい API ということになります。その SP API の登場に合わせまして、MWS はレガシーな API という扱いになり、MWS の廃止に向けた計画が始まることとなりました。初めに移行が進められたのは、公開アプリが開発されているパブリック開発者様のアプリでした。 公開アプリとは Amazon の公式のアプリストアから一般のセラー、ベンダー様が利用可能になっているというアプリの形式のことですさらに2022年7月からアプリを公開せずに自社向けに開発使用されているプライベート開発者様に向けて MWS の停止予定と SPAPI への移行のスケジュールをアナウンスさせていただきました 本日ご参加いただいております皆様は、ほぼこちらのプライベート開発者様に当てはまるかと思います。さらに先ほどから申し上げておりますが、MWS の全面停止は2024年3月31日を予定しております。さらにより細かなスケジュールがこちらとなります。MWS の停止は昨日ごとに順番に行われていく予定でして、 このページが昨日ごとの移行スケジュールを示しております。この内容は2022年7月にアナウンスされております。直近では今年2023年の8月31日に3つの MWS のセクションの停止が予定されております。上から見ていきますと MFN、Orders、Report ーーという MWS のセクションが利用できなくなることになります。 MFN というのは、マーチャントフルフィルメントネットワークの略でして、出品者出荷のための API なのですが、こちらは日本のマーケットでは利用できない、そもそも利用できない API ですので、日本のマーケットプレイス向けのみを対象とされている開発者様は、特に必要な作業はないとお考えください。一方、オーダーズとレポーツのセクションを利用されている開発者様は、 8月31日までに移行を完了する必要があります。そしてその次のスケジュールとなりますが、現在の計画では来年2024年の3月31日に、その他すべての MWS のセクションについて、SPAPI への移行を完了させていただく必要があるというスケジュールに現在なっております。ご注意ください。また移行と合わせまして、 今年2023年の8月31日までに制限データである個人情報を取得するための API については制限データトークンという特別なトークンを取得してアクセストークンの代わりに使用することが必須ということになります。こちらも8月31日までに実装も完了する必要がございますので注意する必要がございます。 この制限データトークにつきましては、後ほどのスライドでも詳しくお話しいたします。さて、実際の SP API への移行ですが、開発者様が検討できる選択肢は2つございます。このスライドにその2つを載せております。1つ目は、セラーセントラルからアクセスできる Amazon のアプリストアで最適なサードパーティーのアプリケーションを見つけて使用をすること。2つ目は、開発リソースが社内で利用可能な場合、 自社でアプリを開発するという選択肢がございますそれではこれら2つの選択肢に関しまして非常に大雑把な見積もりとなりますが大まかな工程に係る工数を試算したものがこちらとなります参考のためにま自社開発を行った場合と既存のサードパーティー製のアプリを使用した場合とのま工数の比較というのをご参考に見ていただければと思います 実際に開発にかかる工数は規模や複雑度により様々ですのであくまでこの表は参考値としてお考えくださいまず一番上から見ていきますと、えー、開発開始要件のためのセットアップです、えー、これ具体的には、まあ、ドキュメントの読み込みですとか出品者アカウントの、まあ、作成や選択必要なロールを選択して開発者プロフィールをアップデートして、えー、開発者プロフィールを申請し アマゾンの認可を得るといったような工程がここに含まれているとお考えください。今申し上げました各工程は、ほぼ自社開発の方に当てはまりまして、これにかかる期間をおよそ1週間と見ていただければと思います。一方、サードパーティーのアプリを使用する場合には、ここはほぼスキップできますので、必要なアプリを探して、有効化して使用していただくと。 いうことで、えー、このサードパーティー製のアプリを使用する場合は、非常に短期間で済むという考えが、えー、ここに示されております。その次いきますと、アプリを開発するにあたって、アプリの初期設定というものが必要になります。具体的には、えーまあ、開発者のコンソールに spapi のアプリを作成します。あと、aws のアカウントで iam を作成する必要があり、 まあその使用方法を理解し必要な IAM リソースを設定すると手順に従い設定するということがここで含まれておりますあとは作成したアプリを自己認可を行いまして API の使用呼び出しができるようにするという工程がここに含まれておりまあおよそ3週間を見ています一方サードパーティー製のアプリを使用する場合はここの回答する工程はありません 次に、まあ、開発の開始にあたりまして、はじめサンドボックスという機能を使って開発することが、えー、多いかと思います。このサンドボックス、えー、API のエンドポイントなんですけれども、まあ、あの本番環境に影響を与えない API のエンドポイントを使った開発とお考えください。それが、えー、自社開発の場合は1週間、サードパーティーを使用する場合はなしとなっております。 続きまして、実際の実装ですね。本番環境に当てはめて実装する場合。1ユースケースにつきおよそ1ヶ月という期間を見積もっていただければ良いかと考えております。サードパーティー制は該当なしです。はい。あと、テストですね。統合テストとユーザーテスト。こちらの方もやっていただく必要がありまして、1ユースケースにつきおよそ2週間と。 いう,ふうに試算しましまたでこちらの方はサードパーティーのアプリを使う場合にもおそらく必要になるところでこのサードパーティーのアプリが期待通りの動作をするかということを見るための期間1週間とお考えくださいで。いよいよテストが通りましたらカットオーバーということで実際に商用利用を開始していただくというところですね。 1>, 1日2日と見積もっておりますけれども、ここはえとあまりサードパーティーと変わらないところかなというふうに考えております。こちらが MWS と SP API の機能対応表となります。ほぼほぼ MWS と SP API の間で同じ名前が付けられているということが分かるかと思います。一方、中段の下あたりになりますが、プロダクツ API のセクション。 が SP API ではプロダクトフィーズカタログアイテムスプライシングという各 API の、えー、分類に再編成されているなど分類に多少の変化がありますまたレコメンデーションズ API というものは SP API ではなくなっておりますそしていくつかの少数の API は名前が少し変更になっています 例えばサブスクリプションズ API というものが MWS にありこちらは SPAPI ではノーティフィケーションズ API と呼ばれるようになります移行に際して計画を立てるときにまずどの MWSAPI セクションを使っているかということを把握されてその次にどの SPAPI を使うべきかという検討を行っていただければと思います それではここからサードパーティーのアプリの開始方法ですね。それを体感していただくためにアプリストアのデモをご覧に入れたいと思います。実際にサードパーティーのアプリを使用するという選択肢を取られた場合、こちらのアプリストアから最適なアプリを選んでいただいて利用を開始していただくという流れになります。こちら、セラーセントラルのメイン画面となります。ここのハンバーガーメニューからですね、 メニューを開いていただいてその直下にアプリとサービスというメニューがございますこちらからセリングパートナーアプリストアを選んでいただきますとアプリストアにたどり着くことができます今見ていらっしゃる画面がアプリストアとなりますスクロール下の方にしていただきますとアプリのカタログが少し見えるという形になっておりますこのままブラウズを開始していただいてもいいんですけれどもカテゴリーのプルダウンメニューから使いたい機能を選ぶことができます 例えば、出品情報というカテゴリーがここにございますので、これを選んでいただきますと、出品情報を管理するためのアプリがリストされるという形になっております。さらに左側に行きますと、例えば対応言語でフィルターできたり、マーケットプレイスでフィルターできたりと、フィルター機能がいくつかございますので、 こちらを選んでいただきつつ最適なアプリを絞り込んで探していただくという作りになっております例えばフルフィルメントバイア by Amazon に対応しているアプリを見たい場合にこちらチェックを入れますとその機能を持っているアプリがフィルターされて表示されるという作りになっております細かいアプリの仕様や機能につきましては一つ一つのアプリを開いていただいて詳細を確認していただくという流れになりますけれども このカタログの使い方はこのようにフィルターを使って絞り込んでいくという形になっております。ぜひご活用ください。こちらのデモは以上になります。こちらのスライドでは SPAPI へ移行する利点を説明させていただきます。上からいきますと SPAPI では入出力に業界標準の REST インターフェースと JSON フォーマットを使用しております。 MWS と比較しますと、MWS では Amazon 特有のオペレーションの表記が使われておりました。その下、認可についてですけれども、SPAPI では認可方法として Amazon の OOS2.0 実装である LoginWithAmazon を採用しております。このため、MWS のように手動でトークンを交換するという必要がなくなりました。より良いセキュリティを実現しております。 この認可に関しまして MWS ではセリングパートナー様ユーザー様は開発者を対象として認可を行っておりました SP API ではこのモデルが変わりましてユーザー様セリングパートナー様はアプリを認可するようになりましたこれにより開発者様は同じアカウントでアクセスするデータの種類が異なる複数のアプリを開発するということが可能になったということもあります 続きましてアクセスコントロールについてですね、えー、MWS に比較しまして、えー、SP API ではよりきめの細かいアクセスコントロールの設定ができるようになりました開発者様は必要なデータのみについてだけアクセス権を要求することができるようになり利用者であるセリングパートナー様は API のセクションオペレーションデータという細かいレベルでアクセスを許可することができるようになりました さらにドキュメントに関しましてはス、ステップバイステップで、えー、開発者を支援するというユースケースガイドが公式ドキュメントの中に含まれております。また、開発者様が世界展開を容易にするために、全世界全地域をサポートするための複数エンドポイントと、えー、一つのグローバルなアプリで複数のマーケットプレイスをサポートするということが可能になっております。さらにセキュリティに関しまして、 トークン API から取得する制限データトークン。こちらの制限データトークンは非常に短いライフタイプのあるトークンでして、個人情報にアクセスするために必要なトークンとなっております。この個人情報へのアクセスの方法が変わり、より良いセキュリティを実現しております。また開発者様のテスト。 開発を容易にするためにサンドボックスエンドポイントが用意されておりまして、こちらの方に API のリクエストを投げていただくと、Mock データが返ってくるというような仕組みも用意しております。これらの利点がございますので、SP API への移行は未来への投資と考えていただけると良いかと思います。続きまして、自社開発の方針を選択された場合、 SPAPI アプリを開発する際に考慮しなくてはいけない2つのセキュリティの要件がございますので、そちらをお話ししたいと思います。1点目はこちらのスライドにございますロールです。ロールとは SPAPI 利用時に開発者様のアプリが要求するオペレーションを実行できるかできないか、リソースへのアクセス権があるかないかというような権限を決定する仕組みとなっております。 ロールは個人情報と機密情報へのアクセスを保護し、開発者様のアプリが必要な範囲を超えた情報にアクセスすることがないように制限するという仕組みとなっております。個人情報機密情報へアクセスするには制限付きロールの取得が必須となります。ロールは SPAPI を利用する出品者様が、購入者様の信頼を得るために重要な仕組みとなっております。 異なるロールにつきましての説明と各オペレーションを実行するために必要となるロールにつきましては公式ドキュメントの使用書の方に記載しておりますのでご参照いただければと思いますこの制限付きロールと関連いたしましてこちらのスライドは制限データトークンのご説明となります制限付きロールが必要となるような制限付きデータを扱う場合や制限付きのレポートを取得するといった場合 この制限データトークンが必要となります。先ほど移行スケジュールの中でも少し触れました通り、個人情報を取得するための API を呼ぶためには、この制限データトークンが必要になりまして、こちらのご対応も、えー、今年2023年の8月31日までに行っていただく必要がございますので、えー、ぜひともご注意いただければと思います。 SPAPI では MFNAPI や OrdersAPI ーーの制限付きオペレーションを実行する場合、または制限付きのレポートを取得する場合に、この制限データトークンが必要になります。制限データトークンの有効な時間が非常に短く設定されているというトークンでありまして、SPAPI は個人情報を扱う場合に短時間だけこの制限付きのオペレーションを許可するという仕組みになっています。 そしてトークンズ API という API がございましてこちらはアプリが制限トークンを取得するための API となっておりますアプリが制限付きオペレーションを呼ぶ場合取得した制限データトークンを LWA アクセストークンの代わりとしてリクエストに含めるという形になっております また個人情報を扱うアプリは先ほどの制限付きロールの負荷が承認されていることが必要となりますのでご注意ください公式ドキュメントに制限データトークントークンズ API のユースケースガイドがございます詳しいアプリのフローなどがそちらのドキュメントで解説されてますのでご一読いただくことをご推奨します 基本的にはトークンズ API を呼ぶために普段使っている LWA のアクセストークンを使いましてその呼び出しで得られた制限データトークンを使って制限付きオペレーションを実行するという流れでございます。それではここからは次の発表者であります JAN の方にバトンタッチしたいと思います。 はい。それではここから2023年8月31日に廃止される MOR に関して紹介していきたいと思います。えー、まずはじめに、この m ー r c h a n t Fulfillment API ですが、これは日本語で配達伝票の購入の機能を指しており、こちらは日本のマーケットプレイスでは使用できないため、えー、ここでは割愛させていただきたいと思いますが、 簡潔に説明するとですね、これは出品者出荷の一種の機能で、商品をお届け予定日通りに配送できる可能性が高い配送方法を提供することで、出品者のパフォーマンス指標を保護しています。詳細はドキュメントに記載がありますので、えー、皆さんご参照ください。えー、次はオーダーズ API に関してです。オーダーズ API は注文情報を取得する ことがでできる API す複数の注文または単一の注文を取得する主な操作は MWS と SPAPI の間では同じですが今回 SPAPI では注文に関する例えば商品情報、購入者情報、配送先情報の確認及び出荷状況を更新するなどの操作が可能となっています購入者の情報や配送先情報に関しては 個人情報に当てはまるため、制限データトークンを使用する必要があります。アマゾンは、地域の規制に準拠したお客様により幅広い規制商品の選択肢を提供できるようにするために、一部の商品を規制対象として分類しています。この規制品目を含む注文は、専門家によって出荷前に検証される必要があるため、お客様は 購入を完了すると同時に追加情報を提供するか、または処方箋をアップロードする必要があります。ですので、規制商品の例としては、例えばペットの衣料品、コンタクトレンズ、あとは土付きのメガネなどがあります。こちらも、えっと、配布資料に該当するユーザーガイドやチュートリアルがありますので、えー、皆さんのちほどご確認ください。さて次はですね、 レポート API に関してです。このレポート API は、セラー様のレポートを Amazon から取得して、そしてセラー様のビジネス向上を管理するのに役立つようなアプリケーションを構築することが可能です。この API は、あの、在庫管理、注文追跡、税金情報の取得、まあ、返品と、あと、出品者のパフォーマンスの追跡、 え、および FBA を利用した販売ビジネスの管理などといった本当様々なユースケースのレポートを提供しています。このレポート API には、レポートタイプと各自そのタイプに従ったスキーマが存在しており、それらの詳細に関しては、ドキュメントの方に記載がありますのでご参照ください。SPAPI のレポート操作は、 MWS と非常によく似ており、レポートが定期的に生成されるようなスケジューリング機能もあります。さらに、SPAPI では、定期的に Get レポートを呼び出して、レポートの生成状態を確認する代わりに、このレポートプロセッシングフィニッシュ i っていうタイプの通知を使うことで、Amazon 側からですね、このレポート生成完了の通知を受け取ることも可能です。 また、レポートの種類によって、必要なロールが異なるため、例えば、制限付きのレポートに関しては、先ほど紹介した制限データトークンが必要となります。はい。では、次に関して、認可のところを簡単に紹介していきたいと思います。認可は2種類あり、1つは公開アプリに対する認可と、プライベートアプリに対する、いわゆる自己認可という2つがあります。 で今回の移行で、えー、もしサードパーティーの公開アプリを利用される場合はこの左側のような同意画面で、えー、開発者がデータにアクセスすることを同意する必要がありますとでもし引き続き、えー、ご自身のプライベートアプリで移行する際は、えー、自己認可が必要となりこれはちょっと後ほどのデモで紹介させていただければと思いますはい えー、一つの例として、こちらはそのサ、えードパーティーのこのデモアプリですね、名前がデモアプリになっていて、えー、このデモアプリに認可する際の例を挙げています。で、こちらの、まあ、これは NAEUFE と違うマーケットプレイスのボタンがあるんですが、これのいずれかのボタンに対して認可ボタンを押すと、えー、このような認可画面に 遷移してでここで初めてこのデモアプリにデータアクセスを同意することでアプリを利用開始することが可能ですそれではここからは自己認可を通じてポストマンで API の疎通を確認するデモを見ていきましょうはいそれではまずセラーセントラルを開きますそして左側のメニューバーからアプリの開発ボタンをクリックします次のページで プロフィールを表示ボタンをクリックします。そうすれば、このプロフィール画面が出てきて、ここで必要なロールにチェックをします。この赤い制限と記載してあるロールは、個人情報に当てはまるロールとなります。 その下のセキュリティ管理の質問は選択したロールを元に生成されますので、これにご回答してから提出してください。で、この後は弊社の開発者サポートチームが審査しますので、数日後終わり次第連絡を差し上げます。審査が終われば次のステップはアプリを作成します。新しいアプリクライアント追加ボタンを押していただき、次のページで名前を記入してください。そして、 API タイプは SPAPI を選んでください。そうすれば新しいフォーム内容が見えます。えー、I am ARN を記入し、このアプリに必要なロールを選択してください。ここで選べれるロールは、先ほどの開発者プロフィールにあるロールに限ります。これで完了すると、えー、SPAPI アプリが作成されました、えー。次のステップとしては、このアクションから承認ボタンを押して、承認画面を開きます。 各マーケットプレイスに対して、えー、承認したい出品者をまず左側で確認していただいて、えー、それに対するアプリを承認ボタンを押します。で、承認が成功した場合は、この真ん中のところにですね、新しいリフレッシュトークンが生成されます。で、もし異なる出品者に対して承認したい場合は、この下の、えー、そのアカウントにサイン,インしますボタンをクリックしてみてください。 はいこれでアプリ側の設計、設定は終えましたので、えー、次はポストマンで API の卒を確認してみましょう。はい、えー、ポス m a ンの方ですが、まず、ここでアクセストークンを取得する必要があります。OS、えー、のエンドポイントを利用し、グラントタイプパラメータをリフレッシュトークンと指定します。 そしてその次のリフレッシュトークンパラメーターを前のステップで生成された値を入れます。で、クライアント ID とクライアントシークレットはアプリ画面から確認し、これで API コールをすると、レスポンスからアクセストークンを取得することができます。次はこれを使って SPAPI のコールをしてみます。では試しにこの g e t m a r k e t p l a c e p a r t i c i p a t i o n s API をコールしてみると、えー パラメータのアクセストークンのところにですね、先ほど取得したアクセストークンを入れると API コールが成功します。はい。これで自社開発用の SPAPI の開発準備が整えましたので、各自ビジネスユースケースに従って開発していただければと思います。はいえー、では続きましては参考資料となりますが、えー、こちらでは説明の詳細は割愛させていただきます。 今回提供する参考資料としては、この6つがありますが、今回このウェビナーでは主に最後のですね、このお問い合わせ時のベストプラクティスをピックして簡単に紹介していきたいと思います。お問い合わせ時のベストプラクティスに関してなんですが、もし引き続き自社開発を行い、 移行の際に何か質問等がありましたら、以下の手順で直接セリングパートナー開発者サポートへのお問い合わせすることが可能です。左側を見ていただきますと、こちらの developer.amazonservice.com にアクセスしていただいて、開いたページの右上ですね、のサポートっていうタブから、コンタクトデベロッパーサポートというボタンを押してください。 そうなると、次の画面が、この右上の画面になっておりまして、ここで、この黒いボタンですね。c r e a t e a Case with Developer Support というボタンを押していただくと、右下のような、この Contact Amazon Selling Partner Developer Support ページへ、選移いたしますので、その後は、この画面に従って必要な情報を提供し、 および今回お渡しするお問い合わせ時のベストプラクティスを参考にして進んでいただければと思いますここではですね、まあ、お問い合わせ時のベストプラクティスに記載されている重要なポイントのうち、まあ、例としてこの経緯の明確さと課題の明確,さ明確さに関してピックアップした内容を簡単に紹介したいと思いますここの例1ではですね例えばこのいろいろやっていますがうまくいきません みたいな問い合わせになってしまいますと、こちらとしてどう対応すべきかわからないため、適切な問い合わせ方法としては、例えば、下記の URL の手順は試しましたが、最後のステップでどのようなエラーが出てきます。で、この試した手順のリンクを記載していただくような形で、 え、経緯を明確に提供していただけると、え、お客様が、例えばすでに実施済みの対応策、またはその、実施したけど有効ではない対応策を把握することができるため、まあ、こちらとしてもよりスムーズに案内することができます。え、そして次の例2では、え、例えば今、オーダー API に何か問題が起きていますかみたいな問い合わせをしていただいても、ちょっとこちらから、こう、 どのような課題を持っていて、 え、問い合わせをしたかというのが把握できないため、え、適切なのは、例えば、オーダー API の Get orders を使用しても注文情報が取得できません。で、エラーコードは何々です。対応策を教えてください。というような課題を明確に提供していただけると、お客様が最終的に実現したいことを把握することができるため、まあ、お客様のこの課題がクリアに伝われば、結果的に解決を早めることができます。ガイドラインでは、 この他にも障害の原因についてのお問い合わせでしたり1ケース1質問などの問い合わせ時の Tips が記載されておりますので問い合わせをする際はぜひこちらのガイドラインを熟力していただいた上でスムーズな連絡ができたらと思いますなお参考資料のお渡しに関してはこちらの GoToWebinar から直接3つのファイルをダウンロードすることができます 1>, 1つ目は今回紹介した SPAPI の移行資料に関しての PDF ファイルとなり2つ目はこのお問い合わせ時のベストプラクティスの PDF ファイルとなりますそして3つ目はこちらでいくつかのサードパーティーアプリをまとめた資料を共有いたしますのでぜひこのタイミングで引き続き自社開発をするのかあるいはサードパーティーアプリへ切り替えるのか という検討の参考にしていただければと思います、えー、それではここから質疑応答へ入りたいと思いますちなみに質問はまだまだ受け付けていますので GoToWebinar のチャット機能を使って質問を引き続き送信してください